ナーが、まあ、青虫、大きいのだとこの2つぐらいですかね。苗の段階で1回、あとは定植後農薬散布で3回ですか。大体限度4回ぐらいだと思うんですけど、キャベツこう生育する、あ、まあ、育てていく上で、まあ、苗を育てられればもう7割から8割収穫できたのと一緒だって言われてるので、やっぱ防除だと思ってるんで、これさえしっかりやっとけば虫はつかないって思います。例えば 初期の防除がしにくい、もし天候とかでしにくい場合の補助にはベリマークを使うようにしてますね。あとは水のはけの悪いところとかにはあえて機械が入れないから、例えばここだと向こうの畑なんか多分入るのすごい大変なんでね、あそこなんかだとこう入っていくの大変なんで、おろそかになりがちというか、あとは隣の畑に、まあ、何が植えてあるか、まあ、農薬の散布の回数の少ない人の畑の場合とかにはベリマークを使うようにしてます。今までは定植時に有剤機械散布できるんだけど、まあ、それ入れ忘れるともう全然振られない状態なので、よりはまあ忘れることもないし防除も間違いないし、貫通処理が多分一番簡単だし時間も取らないし、うん、一番やりやすい。理想は前日だけど、普段の投資の時はだいたい平均2日ぐらい前、だいたい前の日にかけてあげるとある程度浸透もしていくと思う。天気次第っていうのもあるんで、いつ植えれるかな、どうしようかなっていう時はもうかけとけば、次の日もし良かった時にはもう植えたいってなるとかけられないんで。1個でも残さないで、例えばここ約 300m ぐらいあるんだけど、全部向こうまで取れたら面白いよね。小さいのを取れないとかっていうよりは、端から端まで全部出荷できたらもう最高ですね。はい。